はい。遠野絵です。それでは今日は、鬼滅の刃作者、ご峠、小夜春さんの守護霊霊言が開示されましたので、そのご紹介です。で、2022年の1月17日に収録されて、で、昨日ですね、開示になりました。1月27日ですか。 で、鬼滅の刃に関しては、すでに、様々な霊人や、あるいは大川総裁ご自身から、おそらく10回以上にわたっても言及がなされていてですね。で、まあお、鬼の方々ですね。草津赤鬼さんとか黒鬼とか、あるいは鬼ヶ島の鬼のレーサーでも出てきましたし、ヤイドロンさんも私の手元で調べて2回ぐらいは言及されていたし、 オ川カー総裁も調べたら3回言及されてたんですね。2020年、21年、22年と。あ、21年2回ですね。で、ほぼほぼ同じ論調で、まあ基本的には、あの、ネガティブな、あ、まあ見解が述べられていましたので、まあほぼそれで固まったのかなと思っていたところにですね、今回、思いがけず、作者が登場されたということでありました。 これは正式な収録ではなくて、夜、突然始まったという霊言でして、えー、総裁捜査予報がですね、あの、誰ですかと聞くところから始まって、まあ、昇進放課がバックになってて、反応してるのは誰ですかというふうな問いかけですね。これ、域料霊,霊言なんかの時によくあるスタイルでしたけど、でその後、まあ、なんか舌を出しているのは誰ですかみたいな問いかけがあって、長い沈黙がその都度あった後に、 根津子を描いたものだという。これが第一声でした。これは、鬼滅の刃の、まあ、主人公の一人である妹の方の,キャあの名前ですね。お兄さんが炭治郎ですか。で、まあ、この根津子という名前から始まったのも後々ずっとですね、意味が出てくるわけですが、 うんそうですね。あのー、なんで今回、えー、ここに来られたんですかという問いに対しては、鬼が好きだろうと思って、ニーズがあるかと思ってやってきたという話でした。というのは、この1月17日の午前中に中坊公平さんの霊言が取られてまして、中坊公平さんというのは今、天上界にいて、近畿、金の鬼を使って、現代のエンマをやっておられると。 そして、まあ、経済的な知能犯、これをさばいておられると。まあ、こういう礼儀が取られた、その午後、あるいは夜でしたので、まあ、その鬼つながりで出てこられたというふうに、まあ、感じたわけであります。で、えー、お話は最初、この鬼滅の刃の、まあ、作者としての解題ですね。どういうつもりで作ったのかということに質問が集中したので、えー、出てきまして、 えーまあ、まず、その、鍛錬して悪なるものと戦えというコンセプトが出てましたですね。で、その奥にあるのは、今の日本というのは大人が全く役に立ってないと。大人が無能だと。これ繰り返し出てましたけど、大人が無料お、親も無能で、だから子供が頑張って戦えと。もう誰も助けてくれないから、子供で頑張って戦えと。 で、悪なるものが今、ばっこしてるんだと。ない以外にですね。ないというのは日本の国内にも悪なるものはたくさんばっこしていて、例えば経済的な知能犯、えー、ですね。えー、中坊公平さんが戦っているような、そういう悪もあれば、あるいは、外というのは中国と北朝鮮が念頭に置かれてました。だからあ、核ミサイルを作ったり、極超音速ミサイルを作って脅しまくってると。これに何もできない。 こんな情けないことはないと。あの特攻隊精神はどこに行ったそして、突筆すべきは武士道精神はどこに行ったということを随分おっしゃっていました。だからその悪なるものと武士道精神で戦うというところについては聞いてて、まあ共感できるところがあございました。ただまあちょっと気になったのは、繰り返し大人は役に立たない、あるいは親は頼りにならないという話が出てきてですね。で、お兄さん、 あの炭治郎のようなお兄さんに守られたいという気持ちがあってだから自分は根豆子が禰豆子は自分自身の分身だという意味のことをおっしゃってたわけです。で聞いてるとこの女性なんですねこの作者後藤家さんは。 で、田舎から漫画家になるために出てきて、もうほ,ほぼ引きこもりの生活をしながら漫画家修行をしてるんだけども、親はずっと反対して早く国に帰ってきなさいと言われたので、だから親は役に立たない、頼りにならないという言葉が出てきたのかなという印象でありました。ただこの話がもう繰り返し随所に出てきたのは非常にまあ特徴的で、ちょっと、うん、かなりこだわってらっしゃる感じは受けました。で、 えーまあ、そういうお話があって、まあ、なるほど、悪と戦うために、で、多少そのグロテスクな表現があるんですけれども、まあ、あ悪に対してわさびを効かせるためにはそれぐらいやらなければいけないという意味のことを随分おっしゃってて、まあ、新選組の例えなんかも出てましたですね。新選組が池田屋でえいろいろと切り結んだ時には、そ首も飛んだし血も飛んだだろうという意味のことですね。 まあ、池田屋というのは、ただ、新選組、新選組の側にも光の天使がいましたけど、切られた側にも光の天使がたくさんいたので、まあ、なかなかですね、難しい革命期の、うもう玉石混交となったような戦いではあったわけですね。まあ、そういうふうな、あまあ、戦わねばならないんだという強い意味と、この国を守らなきゃならないという、こういうことは随分おっしゃってました。で、 その後、少し驚いたことに、今、霊界のどういうところにいらっしゃるのかという質問に対して、雨の御親神を崇拝しているという話が出てきたんですね。これは確かに驚きました。質問者の、総裁補佐も大変驚いておられましたが。で、聞いていくと、3万年前に雨の御親神が降臨して、大和の国を作るときにどこかにいて、そして、 鬼殺隊ですね。鬼を殺す隊、鬼殺隊のような仕事をしていたらしいという、ちょっと驚きの話が出てまいります。まあこれは実際、えー、詳しく語られてますので、直接聞いていただきたいと思うんですが、まあこの辺ちょっと驚くべき話が出て、何らかの役割を果たしていて、それはまあ言ってみたら新選組のように、ある種荒っぽいやり方で、えー、まあ悪なるというものを、まあ切っていったけれども、 まあそこにかなりグロテスクな世界も展開をしたというような意味合いで、まあ私は聞いておりました。で、ただまあ大川総裁の教えを結構学んでおられるみたいな感じで、大川総裁の政治思想には非常に影響を受けていると。だから、あ 内外にすごいその鬼たちがたくさんいる状態ですね。大川総裁に対する反対勢力がたくさんいる中で、堂々と正論を述べているのは偉い、立派だと思うというふうなことをおっしゃってて。だからこの方やっぱり武士道精神を持ちなんですね。で命をかけて戦うということについて強い、まあ、思いを持っておられるということが分かってきた。しかもは、雨の三世神への信仰もどうやらおありになることも分かってきたわけです。 ただまあ、最後の論点として、え、まあ、総裁補佐はですね、基本的に、パングルとして、エルカンタレを守っておられるので、恩陽字としての過去字も終わりなので、そこは結構、戦うというところにシンパシーを感じておられた部分はあったのかなと。だから、鬼滅の刃なんかも、まあ、結構私は見てたっていうようなことをですね、まあ、すいませんと言いながら見てたっていうようなことをおっしゃってましたが、まあ、それはわかるんですが、最後でやはり、総裁補佐の方から、 ただ気をつけるべきは、この単純に鬼滅の刃に単純に乗っかってしまうと、アシュラの剣になってしまう面がないでしょうかということが始ま、あまあ、問いかけが始まりましてですね。まあこれも柔らかい感じで、それをあの、問いただすというよりは、そうならないためにはどうしたらいいと思いますかねっていうふうな感じの聞き方でですね、まあ、耐え、対対されていましたけれども、 ただまあ、ご家さんの答えとしては、特にその、うん、そんなその静かな剣で、達人剣で戦えるような人ばっかりじゃないんで、そこに至ってないものにとっては、これ、悪なるものは切って切って切らなければしょうがないというような、まあ論調があったというふうに感じます。まあ、この辺のニュアンス、ぜひ直接聞いていただきたいなと思います。 で、ただ、だからそのアクシュラの剣になって、このグロテスクな世界に入ってしまうのと、愛国女子の剣がそっちに入ってしまうのはいかがなものかという、ちょっとそういうまあ論点は出ました。ただまあ、あ最後にですね、えー、この後藤家さんは自分は漫画で戦うしかないけれども、あなたたちは実動部隊として直接に戦われる方々だと。 だから是非ともこの国を守ってほしいとおっしゃいながら愛国女子を応援してますとこうおっしゃいましただからこれはまあ今回出てこられた非常に大きな肯定的な意味なんじゃないかなと愛国女子がですねやはり自分と志は同じじゃないかと思っていると言ってましたですねだからその県の質においてアシュラの県になってはならないという面はあるんですけどただまあ あ自分は漫画として、この時代の雰囲気を作るしかないので、あなた方にぜひともこの国を守ってくださいと託して応援してますというようなニュアンスがあったわけですね。ですので、まあ終わってみたら、まあ結構驚きの霊言でありまして、まあ鬼滅の刃については冒頭で言いましたように、もう10回ぐらいその霊言もおり、大川総裁からの見解も出てですね、まあほぼ、 論点が固まってたかななとととと思ううここころに意外な形でで出てこられたたたいうことではありましたただ、今日あの、この配信多分ちょっと夜になっていつ、いつもより遅れてると思うんですけど、その理由は、その翌日、実は本日、さらに開示された新しい御説法の中で、もう一回大川総裁がですね、鬼滅の刃について見解を述べておられるんですね。だから、 あの、ご峠さんの守護霊礼言の時は、総裁先生は一切コメントなさってません。突然始まって、そして終わったという、そういうものだったんで。ただ、まあ、翌日のですね、えー、お話で、えー、夢は叶えられるというお話が翌日出た中に、総裁先生のコメントが出て、これは、あの、その、それまでの10回にわたる論調と変わっておりませんでした。 えまあ、それは、あの、伝えておきたいと思いますので。だから、まあ、今回の件でですね。まあ、鬼滅の刃ファンの方もいらっしゃるとは思うんですが、あの、判断が大きく右から左にブレすぎない方がいいんじゃないかなというのは、私なりに感じさせていただいておりますので。まあ、ぜひ、この、守護霊霊言と、翌日の大川総裁のコメントまで直接聞かれることを心よりお勧めして、 本日の動画とさせていただきますありがとうございました